白と黒では、クロード・ドビュッシーが1915年に作曲したピアノ二重奏のための曲。白と黒とでとも訳される。練習曲集や、チェロソナタ、フルート、ビオラとハープのためのソナタと同時期の作品である。作曲開始時の曲名は、白と黒でのカプリスというものであった。第2局の検定から、前年に勃発した第一次世界大戦の影響が、はっきり感じられる。白と黒でという題名に関しては、作曲者が友人への手紙で、考えすぎないでほしいと前置きした上で、ベラスケスの灰色のようなものだ、と語っており、曲自体について、ピアノの響きから、その色彩と感覚を引き出したものだと語っている。3つの楽章からなり、全曲の演奏に12分から15分ほどを要する。第1曲は、セルゲイ・クーセビツキーに、第2曲は、第一次世界大戦で戦死した陸軍中尉ジャック・シャルロー。第3曲はイーゴリ・ストラヴィンスキーに検定されている。アベック・イム・ポートマンとレント、ソンブル・スケルツ&モーリス・ラベルはクープランの墓の第1曲、前奏曲を彼に捧げている。ありがとうございます。